みなさんこんにちは。粉雪シフォンマイスターの直子です。今日は卵黄生地とメレンゲどっちの生地を先に作りましょうかという話です。答えで言うと粉雪シフォンは卵黄生地から作ります。なぜかというと、粉雪シフォンの第一優先順位、一番大事にしたい工程が、まあみんな一緒かもしれないですけど、メレンゲ作りです。メレンゲ作りをしっかりとしたいっていうことを優先順位にした場合に、やはりメレンゲは卵黄生地の後に作ります。とにかくメレンゲ命なので、メレンゲ生地を入れている容器の方に卵黄を入れます。そのようにしてメレンゲの端から端まで使い切るという、そういった意識のもと行っています。メレンゲが出来上がったらすぐにその状態で卵黄生地と合わせ、卵黄生地とうまく混ざり合ったら速攻でオーブンの中に入れたいっていう感じでやっています。だから生徒さんによく言う私の例えの例は、そばでおしっこが出て、ウェーンって泣いてる赤ちゃんがいると思って想像して、まあ子育てをしたお母さんならピンとくると思うんですけど、結構おしっこ漏らして横でウェーンって泣いたら、あ、どうしたんどうしたんって言いますよね。その、どうしたんどうしたんってシフォンケーキに言うような気持ちで結構扱っています。それから、ちょっとこれを言うと、ズボラやなって思われるのか、まあ自分でも思うんですけど、シフォンケーキの型に結構シフォンケーキ漏れたりとか、ちょっとバーッと私も2台を一度に焼いたりするんで、最後シフォンケーキの型にちょっと生地がべちょっとついたりします。で、それをこうきちっとシューって拭けばいいんでしょうけど、私はそんな拭いてる時間なんかもったいないと思って、拭いてる時間があればさっさとオーブンに入れましょうっていうことで、生徒さんにはもう手洗わないでいいです、手汚れても手洗わずにもそのままオーブン入れてください、オーブンのボタンが汚れます、汚れしていいです、後で拭いたらいいですっていうぐらい、とりあえずシフォンケーキが焼き上がった後はもうシフォンケーキ優先なんです。型が汚れるとか見た目が汚いとかもう考えないで、シフォンケーキができたその状態でパッとオーブンに入れたいから、オーブンに入れる時もすごい細かいことを言います。例えば、あ、ちょっと持ってきます。あ、蓋が開いてた。こういう感じで最後ね、トロ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 っと生地が入ります。その時普通であれば、はい、焼けましたって言って、で、オーブンを開けて、で、またこう持って、ドンと入れて、戸を閉めますよね。え、それじゃいけんの?って思いますよね。でも私は生徒さんにいつも、まあこう出来上がりました。そしたら、こう持ってって言うんですね。親指と人差し指でつまんでって。つまんだ。そしたら、持ったまま、ピュッと開けてシャッと入れてパッと閉めれるんです。そんな感じで変なところにすっごいシフォンケーキをなんていうんだろう、最優先に考える、出来上がった生地を最優先に考えるというところがあります。でもまあそうすることで一番いい状態の時、もう出来上がってすぐ入れるっていうのが、とてもシフォンケーキ作りに対するなんでしょうね、愛情、情熱っていうのが自分では思ってますし、一番状態でいい状態で入れるからこそ失敗の少ないシフォンケーキになると私は考えています。どうしてもメレンゲってよく見ておると、置いている間じーっと眺める人もいないと思うけど、もしよかったら一度じーっと眺めてみてください。どん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 メレンゲね、ボソ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 って壊れていってるんです。で、ボソボソなってきますよね。そのボソボソなっていくっていうのが、どう言ってたらいいんだろう、そのメレンゲを使うことで結局仕上がりが全部失敗というかね、卵白が
壊れた、メレンゲが壊れかけた状態で仕上げてしまっているということなんです。なので、ボソボソメレンゲがするまでの間に作業を終わらさないといけないって考えてます。ということなので、一つ一つの開けるじゃ閉めるじゃ拭くなんていうような工程を全部省いてねって言っていうことが、ちょっと私のレッスンの方式でもあります。なので、もうきちっとしたい方にとっては、そうなんっていうところもあるんですけど、まあそこはちょっとやってもらってもいいんじゃないかなと思います。じゃあちょっと私のこだわりの部分の話にもなりましたけど、まあ卵黄生地とメレンゲどっちを先に入れるのっていうことと、まあメレンゲを大事にするためには、ちょっと掃除するというか拭いたりとかね、そういった部分を省いてでもメレンゲを最優先させていきましょうというのが粉雪流です。はい、ではまた何か思いついたことがありましたらこのようにお話をさせていただきたいと思います。もし粉雪シフォン の, レッスン、そのポリシーみたいなものをこの先も聞きたいなと思われれば、チャンネル登録をしていただければひょいっとなんか出てくると思いますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では失礼いたします。